今日は何をしようかしら。さてと、じゃあやっていきたいと思います。ギフト、ん、新章予告 PV、 あ、マジか、そんなん出てんのか。サブストーリー、こっちか。なんかもうすぐ終わってしまうとのことで、やりますかね。この扉の向こうはママが修復中の物語保管庫。最近黒い敵が侵入してきちゃってるのよね。対峙して物語を修復しなくちゃ。サブクエストをやってみましょう。はい。うん。曜日？ちゃんとでも、ああ。これが終わっちゃうみたいなんで、やっていこうと思います。大丈夫かな？結構強いぞ。よし。はい。ああ、これでスタミナ使うんですね。とある町のバスへの酒場。ならず者と賞金稼ぎのたまり場に。一人の女が足を踏み入れました。男たちはにやけた顔で彼女に目線を送ります。しかしすぐさま顔色を変えて視線をそらしてしまいました。なぜなら彼女の左手と左足が鈍く光る戦闘用の義肢で武装されていたからです。彼女が向かったのは手配書が貼り出された掲示板。ふとその中の一枚に目が留まります。手配書には少女ばかりを狙う凶悪な猟奇殺人鬼と書かれていました。まぶたの裏に失った妹の顔が浮かびます。彼女の心に怒りの炎が広がっていきました。彼女は手配書を剥ぎ取り店を出ました。凶悪な殺人鬼をこの世から消し去るために。もう一度、ああ、これ強化してった方がいいかな。うん、難しくなってくよね。だってひと仕事したわ。サブクエストで物語を修復した場合はライブラリに保管される。そこは黒い敵も手出しができないから絶対安全。軽視で歪みを正した武器の記憶もライブラリに収められていつでも確認できるし、これでバッチリね。お、ライブラリー、へい、装備の確認、へえ、見れるんだ。それはいいですね。さて、剣士へ戻ろうかしら。あの扉からここを出られるわね。いや、もうちょいやりましょうよ。
殺人鬼の住処を探し、彼女は街を歩きます。うらぶれた街の中はいつかどこかで見たような風景でした。彼女は何度もこんなことを繰り返していました。何人もの賞金首を殺してきたのです。しかしそれは金銭が目的ではありませんでした。彼女を突き動かすのは怒り、この世の悪に対する憎しみの怒りでした。しかしどれだけ悪人を殺しても消えた命は戻ってきません。そしてこの世から悪がついえることも。彼女の心の隙間にほの暗い疑念が入り込んできます。くしゃり、携えた手配書を強く握りしめ、彼女は雑念を振り払いました。迷いは捨てなければなりません。彼女の心を支えているのは己の力だけなのだから。切ねえな。12、あ、こっからあれか、多くなってくのか。あ、8になった。町外れに佇む古びた屋敷、そこが殺人鬼の住処でした。屋敷へと足を踏み入れた直後、彼女は立ち止まります。おびただしい数の罠が目の前に張り巡らされていたのです。仕掛けられた罠に翻弄されながらも、彼女は前へ進み、一番奥の部屋で殺人鬼を追い詰めました。その殺人鬼は卑屈で臆病な男でした。追い詰められた恐怖でタガが外れたように笑っています。そして男の背後には鎖につながれボロボロになった少女。男は少女にしがみつきながら、この子は僕の最高傑作なんだ、そう言って笑い続けます。彼女は表情一つ動かさず、一振りで男の首を落としました。殺人鬼は己の死に気づく様子もなく、最後まで笑っていました。何やらいっぱい。もらい申した。とりあえず助けたわけか。戦わないんだな。さて、これより任務を開始する。めっちゃジャンプする。すごい飛んでくるな。ちょうどやっぱ強くなってますね。キャラスキルがでも全然今のところそこまでいかないですか。もっとなんか均衡すると
やっぱ頭皮が抜けてる。いや分かんなかったからな。とりあえずお任せでいいかなと思ったらなんかめっちゃ強くなってた。初ソシャゲですんで。うわ暴力。何が出る？来た。耐性あり。あんまり減ってない。あ、そんなことないか。あ、強えな、さすがに。まだバルキリープロファイルみたいな倒れてない。さてどうなるんでしょう。4話。危険を排除したことを確認し、彼女は少女の鎖を解いてやりました。傷ついた少女に手を差し伸べた瞬間、少女は彼女に襲いかかりました。少女は隠し持った凶器を振りかざします。殺人鬼は少女のことを自分と同じような殺人鬼へと教育していたのです。彼女に選択の余地はありません。義手で少女の攻撃を受け止め、その体に剣の切っ先を突き立てました。少女の瞳がゆっくりと光を取り戻します。おかあさん、その指を失ってしまった幸せを求めるように、ゆっくりと力を失いながら、自分の力を信じ続けた彼女は問いかけました。私の力は一体何のためにあるのかと。しかし少女の亡骸がそれに答えてくれるはずもありません。静寂の中に少女の血の滴る音だけが響いていました。むむ。あ、11 OK、 とりあえずクリアしました。こういう感じで終わるのか。切ねえですな。いや、まずそうだよな。一応凶毛の巣でいいんですかね。一応これ終わったんですけど、メダル交換、これ400まで貯まれば交換できるんでしょ。交換所ノーマルハード、ああハードとかもあんのか。スタミナがでもどうなんですか。俺スタミナの、あの概念とかよく分かんなくて。ベリーハード、
あ、ノーマルクリアしたからハードできるよってことか。イージーはなし。まあでもお話はとりあえず。はい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 、わかりました。そういうことか。ノーマル、へい。88。休憩の服、休暇か。あ、コスチェン的なもんですかね。なるほど。あ、そっか、回復薬ってやつで。なるほど。じゃあちょっとあれかな、とりあえずこれ、フレンリーゼさん、シゴタルカリウド、これをとりあえずもらわないといけないってことだな俺は。よし、じゃあその作業に回りますか。切ないお話でした。ん、レアメダル交換所、レアメタルみたいな。アリーナコイン、アリーナって何なんですかね。オートマタメタ、あ、そうだ、こっちもやんないとな。え、これもなんか良さげな感じなんですかね。じゃあ平時の書って何。限界突破を促す書物、なんす限界突破。あ、なんかあれか、レベル70が上、とりあえずじゃあ一旦切りますか。ハードもやることは多分一緒だろうから、うん、とりあえずメダルっていうのを貯めてこのフレンリーゼさんを手に入れる的な感じなんだろう、よく知らんけど。